失礼します。遅かったな。大体の報告はこの浜丸から聞いた。ご苦労だったな。もう簡単、俺一人だ。忍びとして空港の浜、お前いつもこい、俺のこと知りもしねえでちゃんと大切なのはな、それより父ちゃんとして大切な日だろ。ひまわりの誕生日まで忘れたら。失礼します。片付けか。科学任務班班長としてこの度の中任試験に我はこれを使えば下忍に過酷な修行をさせることなく忍術の。ダメだ、中任試験はパフォーマンスじゃねえ。そうで、失礼します。父ちゃんの脱世時だ。おい、ボルト。頭が硬すぎんだよ。ボルト。あんだよ。勝手に出て。別にいいだろ。中任試験の告知。中任試験。この浜丸先生が僕の。興味ねえな。そんなに七代目に見てほしいなら中任。中任試験を勝ち進めば五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね。ね、チャンス。七代目だってボルトの数。出りゃいいんだろ。あんたどこ行ってんの。せっかく試験に出るって決めた。今日は大事な用事が。修行はまた。大事な用。あ、た。ただいま。おかえりなさい。よ、分かってんじゃん。ひまわり、お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり、ろうそく。うん。影分身。ボルト。なぜ母ちゃん。お父さんは里のみんなのため。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃない。なんで。なんで俺の父ちゃんが。一日中おかげは代々伝わる。里にとってと。じゃあ他に。そういう父ちゃん。確かにあなた。あなたには。俺はでもひまわりに。もう まさか今さら帰ってきても。そうや。その。すいません、俺。ナルトの息子か。渦巻ボルト。ボルト、どうしたの？もしかしてサスケくん？ナルトはいるか。まだ火影室だと思うけど。そうか。
ちまった。やけに落ち込んで。サスケ、何かあったのか。いや、ていうか何があったんだ。これは？中身はそれに。この巻物は解読。そういえば昔のお前。いや、あいつは俺たちが。それは違うな。忍びの本質。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。待ち。今だ。あ、あれ。うわ。すげえ。けどまだまだ。そこどんだけ強いか見せて。もう開始。どんだけ強いか見せてもらうってばさ。そこやっ、手加減されてんのか。影分身？何の真似だ。あの、試すようなことしてすんません。実はおっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それでその俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか。え、それもできないで。で、簡単だってばさ。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。
ナルト。しかし、お前に螺旋丸を教える。俺に教えを請いに来た時は、まあ、とにかく今は猛烈に。ようやくお前も。ボルトがあんなに熱くなるの。私も負けてられない。